ハイパーアバイザー。コンピュータ用語におけるハイパーアバイザーとは、コンピュータの仮想化技術の一つである、仮想機械、バーチャルマシンを実現するための制御プログラムである。仮想化モニターや仮想化 OS と呼ばれることもある。IBM がオペレーティングシステムと呼んだためにその用語が普及したが、一般には OS のことをスーパーアバイザーとも言う。ハイパーという語は、 スーパーのさらに上という意味で使われることが一般にあるが、ここではそのような意味で OS をさらに管理する層、というような意味である。ハイパーバイザーは大別して以下の2種類があり、作成した仮想機械、バーチャルマシンでそれぞれの OS、ゲスト OS を動かすことができる。また、ゲスト OS を修正せずそのまま稼働できる。 ハードウェアを完全にエミュレートするものを完全仮想化、性能などの理由でゲスト OS に修正が必要なものを順仮想化とも呼ぶ。なお、仮想機械でも単なる物理分割、パーで特にリソース管理を行っていない場合は、ハイパーバイザーは存在しない。ハイパーバイザーの分類方法は多数あるが、ここではその動作方式によって2つのタイプに分類する。 ハイパーアバイザーがハードウェア上で直接動作し、すべての OS、ゲスト OS はそのハイパーアバイザー上で動作する方式を指す。競技のハイパーアバイザーはこちらのみを指す。この方式のハイパーアバイザーは IBM が1960年代に開発した CP、CMS が最初で、現在の IBM ZVM の祖先である。最近の例では以下がある。 これの派生品としては、プラットフォームのファームウェアの中に組み込まれた、ハイパーバイザーがあり、以下がある。ハードウェア上でまず別の OS が稼働し、この OS を、ホスト OS と呼ぶ。その上で、ハイパーバイザーが、ホスト OS のアプリケーションとして稼働し、さらには、ハイパーバイザーの上でさらに別の OS、小 OS を、ゲスト OS と呼ぶを稼働させる方法である。競技においては、タイプには、 ハイパーバイザーには含まれない。例としては以下のものがある。必ずしも全てのハイパーバイザーがタイプマイナス -1-2 のいずれかに明確に分類できるものではない。例えば Linux で動作する KVM はホスト OS カーネルにハイパーバイザーを埋め込んでしまうもので仮想化の機能としてはタイプ -1 に属する。しかしゲスト OS が ホスト OS 上で1プロセスとして動作すること、またホスト OS 自体はハイパーバイザー上では動作しないため、これらの観点ではタイプ -2 に属するという意見もある。ハイパーバイザーという用語はシステム374に CP-67 を再実装した IBM の CP-370 が起源であり、VM 370として1972年にリリースされた。ハイパーバイザーコール、またはハイパーコールという用語は、純化想化インターフェースで参照されるが、何によって、ゲスト OS がより上位層の制御プログラムからサービスに直接アクセスするか、つまり同じレベルの OS にスーパーバイザーコールを何によって行うのかというのと似ている。スーパーバイザーという用語は、 IBM のメインフレーム上でオペレーティングシステムのカーネルがサプバイザーステートで動作しているとの記述がある。ハイパーバイザーはメインフレームで最初に実装された。ソフトウェアによる完全仮想化を最初に提供したのは IBM の CP-40 で研究用に1967年の1月から製造が開始された。 CP-40 はさらに CP-67VM370VM SO、VMESA となり、現在の ZVM に続いており、ゲスト OS として ZOS、ZFASHA などのほか、Linux を多数稼働させるようと、サーバ統合でも使われている。また国産メインフレーム各社も、同等の仮想化 OS、富士通の AVM、 日立製作所の VMS などを持っている。いくつかの要因により、ユニックスやリナックスサーバーベンダーの間で仮想化技術が再び使われるようになってきた。IBM やサンサン、HP、スキーなどの主要なユニックスベンダーは2000年以前より仮想化したハードウェアを販売していた。これらのハードウェアは一般的にサーバークラスの値札をつけている。 仮想化もまたいくつかのミッドレンジのシステム、IBM のシステム、P サーバやや3マイクロシステムのクルスレズの T1000 や T2000、サーバで利用可能である。IBM はメインフレーム用のロジカルパーティショニングをサーバセルス、ザールス、パワーシステムズに移植した。現在ではゲスト OS の停止なくリソースの変更が可能、D ローパーで CPU、 コアは10分の一単位で割り振りができるマイクロパーティショニングほかハイエンド以外のモデルにも搭載している。3の論理ドメインハイパーバイザーの上でゲスト OS として動作させるためにいくつかのホスト OS は変更が行われている。2006年後半にはソラリスやリナックス、フリーブスドはハイパーバイザーの上で動作するように移植された。 ウィンドリバーのキャリアグラードリナックスもまたさんのハイパーアバイザー上で動作する計画である。スパークプロセッサ上で完全仮想化を実現するのはそれほど難しいわけではない。完全仮想化への取り組みが1980年代半ばから始まったことからスパークアーキテクチャは仮想化の邪魔になる古い組を慎重に取り除いてきたからである。似た傾向は Linux の X86、X64 サーバープラットフォーム、全のようなオープンソースプロジェクトによって仮想化技術を取り込もうとする動きが見られる。これらの技術は巨大なシステムからデスクトップに及んでいる。これについては次の節で述べる。高い利益を誇るサーバーハードウェア市場分野へ興味を持っていることから、 従来のデスクトップ PC を含むインテルの X86 命令セットのマシン用のハイパーバイザーの開発が行われている。初期の PC 向けハイパーバイザーの一つは1998年に発表された商業用 VM w a r e である。パラレルスはパラレルズワークステーションを2005年に発表したが、その主な用途は PC 上で使うことであった。2006年には Mac OS 天井で動作するパラレルズデスクトップ4 Mac を発表した。大抵の PC システムで使われる X86 アーキテクチャはとりわけ仮想化が難しい。X86 上の標準ハードウェア意識という幻想を表現する完全仮想化はハイパーアバイザがあまりにも複雑になりすぎ、実行時パフォーマンスに重大な問題が生じる。 別の方法では、ハイパーバイザーによってシミュレートされる、マシンの I、O 命令を実行するよりも、ハイパーバイザーにシステムコールを発行するように、ゲスト OS を変更することを要求する。これは、全で使われている純仮想化と呼ばれるものであり、パラレルズワークステーションでは、ハイパーコールと呼ばれるものであり、IBM の仮想機械では、診断コードと呼ばれるものである。 VMWare はゲスト用のデバイスドライバーをつけることで仮想価値の最も処理に時間がかかるところを補っている。これらすべては同じことでシステムコールをハイパーバイザーに渡している。マッハや、エや L4 マイクロカーネルファミリーのようなマイクロカーネルはゲスト OS の純仮想化を行うには十分、柔軟である。CPU ベンダーは製品に仮想化支援機構を追加してきた。 インテルのバーチャライゼーションテクノロジー及び AMD の AMDV は元来仮想化を行うのには難しくかつ非効率な X86 アーテクチャを拡張しハイパーバイザーの実現を支援する機構であるこの仕組みは仮想化コードをより単純にし完全仮想化においてより高いパフォーマンスを可能にするものである 全のような他のものについては仮想機械をソフトウェアのみで実装している。全は Linux のような普通のホスト OS の上で動作するし、純仮想化ないしは Intel VT を使った OS の変更をしな完全仮想化のどちらも動作させることができる。全は無変更の Windows XP を動作させるデモに成功した。全の配布物には変更済みのフリーブースドや Linux、 ネトブスド、ベール研究所のプランハンがすでに含まれている。ユーザープログラムは変更なしに全上で動作が可能である。2006年には、マイクロソフトは新しいタイプ1のハイパーアバイザーシステムであるコードネームビリジアンの開発をはじめ、2008年6月30日正式版をハイパー V として公開した。このシステムは最下層で OS と統合する設計が、 されている。Windows Vista をはじめとした Windows の新バージョンはビリジアンハイパーバイザ p の上で動作させた場合にパフォーマンスを上げるヒロムを含んでいる。仮想機械は携帯電話のような組み込みシステムの中に近年見られるようになった。この現象は一方で同時に従来のリアルタイムオペレーティングシステム API をメンテナンスしながら Linux や Microsoft Windows のように アプリケーションプログラミング用の高レベル OS インターフェースを提供する要望によって引き起こされている。低レベルトスの環境は従来の機能をサポートするために維持し続ける必要がある。高レベル OS のリアルタイム性能は多くの組み込みアプリケーションにとっては満足できるものではない。したがって組み込み用のハイパーアバイザーはリアルタイム性が要求され、その設計基準は 他の分野で使われているハイパーバイザには適用できない。多くの組み込みシステムでは使えるリソースがあらかじめ決まっている性質を持ち、特にバッテリー駆動のモバイル機器ではより小メモリかつ低消費電力で動作することを求められる。結局、PC の世界では X86 アーキテクチャが至るところに存在するのとは対照的に組み込みの世界では より幅広く様々なアーキテクチャが使われている。仮想化を行うには、メモリ保護機能と CPU モードの区別、ユーザーモードと特権モードの機能が要であるため、多くのマイクロコントローラは除外されてしまう。この機能を満たすものは、ミドルレンジからハイエンドの組み込みシステムで広く採用されている、X86 や MIPS、ARM、PowerPC しか残らない。 組み込みシステムメーカーは普通自分たちが使っている OS のソースコードを持っているので完全仮想化の必要性はあまりない。しかし、純仮想化はパフォーマンスが良いという利点があるので普通それが仮想化技術として選択される。にもかかわらず ARM は近年トラストソン技術を用いた完全仮想化のサポートを追加し、商業用として 最初にハイパーバイザーが組み込まれた販売されたモバイル組み込みシステムはオークル4東芝のモバイルフォンである。これは L4 マイクロカーネルファミリーの商業版である。これは X86 や ARM、MIPS プロセッサーをサポートしている。組み込みシステム用として使われる他のシステムにはトランゴというものが、ア、ARM や MIPS、パワー PC をサポートしている。同じく 組み込みシステム用として、バートシュアロジックス VLX が、X86VT、ARM をサポートしている。VLX は、海外でのネットワークインフラ、モバイルフォンでの採用実績は多い。日本の製品としては、ウェルインテクノロジーの EMVRT やセルテックの MOSS、エルミックウェスコムのエクセルシリーズがあり、日本国内で、 採用実績の多いトスであるイトランと汎用 OS の同時実行を可能にしている。また、トパースプロジェクトの一環として開発されたセイフグもドラストソン技術を用いた組み込み用実装の一つである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。